レストランで提供されるフライドアイスクリームフライドアイスクリームはアイスクリームを揚げて作るデザート揚げアイスクリームとも呼ばれる一すくいのアイスクリームにパン粉をまぶし手早く揚げることによって外側を熱いフライの衣で包みつつ中身のアイスクリームは溶かさずに冷たく保ったまま提供されるパン粉と共にクッキー片やコーンフレークをまぶしたりまたシナモンやペパーミント ホイップクリームをつけることもある。1893年のシカゴ万国博覧会で初めて提供されたとされる。このデザートはアメリカ合衆国では1970年代にニューヨークタイムズのダイニングアウトランで中華料理店や日本料理店、ポリネシア料理店などのレビューにおいて触れられたために伝統的にアジア料理と関連づけて考えられてきた。 またメキシコ料理と関連付けられることもあるが、これは1980年代、国内チェーン店チチエスがオープンした際に、このデザートにトロティーやトシナモンを使ったものを目玉料理として採用したことにその理由の大部分を負っている。類似のものにアイスクリームをカステラで包み、天ぷら粉で揚げるアイスクリームの天ぷらがある。カブラン ジェリー、アイスクリームキャンビーメイドイーブンベター。ザクリエ、ピアニッシモ、13、http コロンスラッシュスラッシュニュース .google.com スラッシュニュースペーパース、id=" イコールイボジアンドシドイコール w レイホダボジアンドピコグラムイコール ="4757",488 万 7705&dq=" イコールメキシカンフライドアイス」。 クリーム &HL イコール EN2011 年7月17日、閲覧。グリガーシー、ジュリー、フライドプライド、チャールストンガゼット、レキシスネクシスアカデミック、ピアニッシモ、3D、アイスクリームの天ぷら日本ジェラート協会、2016年7月20日、閲覧。ありがとうございます。